はいどうも、はいえー、昨日の,、ね、あのワールドカップで、えー、日本がドイツに勝ったということでですね、えー、テレビに関してはテレビというか新聞か、えーまあ、一面にまあ取り上げてね、うん、よくまあ間に合ったねっていう <laughs> あの、えー、と試合がね決まったのってなんだろう日本時間で午前の12時半ぐらいだっけ。あまあね それぐらいののビッグニュースだっったのかなって私、ハッカーのことはよくわからないので、まあ、あのランキングが、えー、あって、えー、その上位のチームに日本が勝ったっていうそれぐらいの認識なんですけれどもそんな中でですね、えー、ヤフーのニュースでよろずニュースからですね、えー、中野区議会議員サッカー日本代表の劇的勝利に残念というほかないとツイートし反響。 東京都中野区議会議員の羽鳥大輔氏が24日自身のツイッターを更新サッカーワールドカップで日本がドイツを破ったことに日本代表は勝っちゃうしで残念というほかないなどと綴り批判の声が多数上がった羽鳥氏は同日ドイツ代表が多様性などを訴える腕章の着用を禁じた FIFA に抗議し 試合前の写真撮影の際に全員が口を塞いだ記事を引用リツイートその上で日本とドイツのサッカー協会の差を見せつけられちゃうし日本代表は勝っちゃうしで残念というほかないとツイートしたこの投稿に日本代表は勝つと残念なんですかどうしてでしょう日本代表は勝って残念という気持ちが全く理解できないのだが スポーツに自分の思想を持ち込む人の方が残念だと思いますけどといった批判のリプライが殺到したサッカー日本代表は23日深夜に行われたワールドカップグループリーグ初戦でドイツ代表に2対 1, 1, 1で逆転勝ちしていた記事は以上ですなんか試合始まる前になんかいろいろあったみたいですね、えーうん 何、えー、というか、えー、うーんと、えー、開催国のカタールはイスラム教国で同性愛を法律で禁止しているドイツなど欧州の7チームの首相は差別反対などを訴えるため多様性の尊重を象徴するカラフルなハートマークの文字をあしらった腕章の着用を予定していたっていうことで、えー、それが政治的な、えー んんて言うんですかメッセージを禁止するっていう f i f の規約に抵触するということでですね、えーえー、着用は禁止だというふうなことになったらしいんですけれども、えー、とまずはじめに、えー、とサッカーチームなんですよねあのサッカーやりに行ってるわけなんですよねあの主な目的が何ていうかそういったあのー 開催国の風土と,とか、まあえー、歴史的背景とか、まあ、いろいろあるんですけれどもまあねあのまあ女性をどう扱っているかに関して文句を言うために行ったわけではないんですよね。ちょっとあの坊主に言けりゃ今朝までにくいってわけじゃないんでしょうが。 日本が勝ったことでそんなに残念かなっていうことで、えー、まあ日本とドイツのサッカー協会の差を見せつけられちゃうって言ってもまあねあなんだろうなうんあの大きい枠で言うんだったらばあのもう人類ってあの共通してると思うんですよ。あの、えー 全てのの人間が幸せせにに暮らせる世の中にしたいっていうことに関してはもうこれはあの地球人類が一致した見解だと思うんですけれどもそれを細か,く制定細かく見ていくと,あーと何が幸せなのかっていうことに関してはそれは一つの基準で語ってくくるべきではないだろうっていうふうに私は思います。 だからあの欧米の価値観を持ってあイスラムの諸,諸国の、えー、何でしょうねあの価値観をけしからんっていうことをはまあどうなんだろうかっていうんであのちょいと傲慢ではありませんかっていうふうに思ってしまうんですがうん。 サッカーな日本のサッカー協会は、まあ、カタロールに対してそういったことを言わないっていうのがこの中野区議会議員の方は納得がいかないっていうことなんですけれども、えー、とサッカー協会だからねっていうそこに口を出すかどうかっていうのは別にそれはどうなのかっていうのがあってね、うん、まあちょっとねあの。 スポーツにいろいろそこら辺持ち込んじゃうと純粋に楽しめなくなっちゃうんじゃないかなっていうことで、えー、あの仮に日本があの、ね、あの勝てなかったとして、うん、ドイツが勝ったから素晴らしいとはならないよなっていうことで、うん、あのどこのチームでもあの、まあ、あの勝利したチームに関して 買っちゃうのは残念だなっていうふうに公の場でまあツイートもあの公でしょうから、<laughs> しかもあの区議会議員っていう肩書きを持った上でね、<laughs> それそこであのい,いあの勝って残念を言っちゃダメだろうっていうふうにあの思いました。あとはそうですねあの価値観というんだったらばあの他国の価値観を押し付けてあのそれをあの何だろうあの自国に 取り入れててうまく運用できる国なんて日本ぐらいだと思うよっていう他の国だったら争いが起きていろいろごちゃごちゃになっちゃうけど日本だけはなぜかあの、えー、と他国であの生まれたものを日本流にあの変化させてそれでた、えー、楽しんじゃうっていうそういったことができちゃうちゃんぽんな国なんで。 なんともねあその感覚で言うとねあの、うん、日本があのう何、ん、て言うんだろうな日本がものすごい寛容なんであって,あって、うん、他の国はねあの突然あの欧米の価値観を持ってこうしなさいああしなさいって言ったところで、うん、まあそれは突然聞く耳は持てないよねっていうふうにまあ そんな風に感じました。はい、今日は中野区議会議員がサッカーの日本代表の勝利に関して残念だとツイートした件の話でした。本日はここまでです。